天気がいいですね。では早速ですね、出かけたいと思います。はい、アメン。早速出かけます。はい。今日は天気いいですよ。どうはいいですか？はい、出かけましょう。いい天気です。さ、ちょっと寒いですね。ちょっと寒いです。東北、北陸の方はですね、吹雪だということですけど、皆さんいかがでしょうか。東北、北陸の方々いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、吹雪はいかがでしょうか。だいぶ寒いと思うんですが。まず、ちょっとツアーですね。だいぶ入るんです。気持ちいいですね。こっちも入ってます。はい、いい天気になりました。では出かけましょう皆さん。こっちの方、駅の方ですね。こっちの方出かけます。はい。あ、ちょっと太陽が見えました。ちょっと朝日ですね。朝日放送です。今日は311なんですね。311で、4年目なんですね。震災から4年目の311です。エレミヤさん、おはようございます。エレミヤさん、はい。太陽出てますね。嬉しいですね。やっぱり天気はいいですね。やっぱり太陽の光、それはまさに信仰を表していると思いますね。光の中を歩む。多くの人は闇の中を歩んでいます。多くの人は闇の中を歩んでいますが、私たちは、光のところに来たのです。光とはイエス様のことです。イエス様は光、神様は光と書いてありますね。その光である神様のところに来る。これが信仰です。皆さんがこの放送に来られたということが、光に近づいている、光のところに来たということですね。光のところに来た。そしてイエス様の光によって、イエス様の光によって私たちが清められる、光に照らされる。信仰というのは、神様の光に照らされることですね。神様の光に照らされて、そして清められるですね。そして私たちが光の中を歩むもの、光の子、昼の子とも言われています。昼の子、光の子なんですね。ぜひ皆さん、私たちは光の子として歩む、昼の子として歩むんですね。罪を行う者は闇の中を生きるということです。信仰で生きるなら、イエス・キリストを信じる信仰で生きることが光の中を歩むということです。イエス・キリストを信じる信仰の中を歩むことが
それが光の中を歩むということなんです。皆さん、わかりますか？わかりますか？罪の内を歩むことが闇の中を歩むのです。多くの人は不信仰で生きているならば、不信仰で生きているならば、それは闇の中を歩んでいることになるんですね。はい、朝日の朝、朝日の当たる家、朝日の当たる家ですね。いいですね。朝日の当たる家です。では、この急坂を登りたいと思います。久しぶりですね。車を乗ってましたけど、久しぶりに、朝日放送ができます。久しぶりに朝日放送走れ。この坂、よくね、なんかこう運動部の人、選手の人たちは、こういう急坂をですね、ダッシュしてますよね。ちょっと私はできません。一歩ゆっくり、それ登るのも、やっと一歩一歩ですからね。これ、ダッシュは無理無理という感じ。はい。歩くだけでちょっと無理という。天国には夜がないそうです。天国はもう光の世界ですね。光の世界、明るくてですね、もう光に満ちている、ね。私たちがこのように、この地球で太陽ね、太陽をこの帯びて太陽に当たるということは、これは神様がね、光の世界に来なさい、光の世界に来なさいということなんです。光とね、光とは何かということはまだちょっと分かってないんですよね。物理学では電磁波とは言われていますが、光は可視光線で、電磁波の、その一つと言われています。でも実際、じゃあ電磁波とは何か、物理学では光とは何かということをはっきりとですね、説明つかないわけです。電磁波は、光はですね、秒速30万キロメートル、1秒でですね、30万キロ、ね、なんて言うんでしょうかね、光るというか、高速ですね、高速が秒速30万キロメートル、地球7回り半を、たった1秒でですね、回るほどのスピードなんですね。一体光とは何か、一体光とは何なのか、まさに聖書的に言えば神が光ですから、神が光だということで、何か光を学ぶことによって神様のある性質を学ぶことができるかもしれません。神は光だという言葉もあるし、神様は愛だという言葉もあります。神は焼き尽くす火だとも書いてありますね。焼き尽くす火。神様は憐れみ深く、神様は恵み深い。
天のお父様が恵み深いように、あなた方も恵み深くなりなさいという命令があります。あ、ごめんなさい、間違えました。神様が憐み深いように、あなた方も憐み深くなりなさいという命令があります。ぜひ皆さん、私たちは神を学んでいるのです。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは神の子になったんです。神の子になったんです。ですから、神の子らしく、神の子らしく歩む必要があります。私たちは、イエス様から学び、神の子としての生き方を学んでるんです。神の子としての歩みを学んでるんです。ぜひ皆さん、この放送もですね、この放送も皆さんが神の子になることと、神の子として学ぶ放送ですね。神の子としてどのように考えて、どのように、生きて、どのように、ね、人を愛するか、それがですね、神の子としての歩みです。ごめんなさい、今ちょっとこう目が細いの、太陽が眩しい、太陽が来てですね、太陽が眩しいのでちょっとこう険しい顔をしています。コメントを読むときですね、眩しいのです。今日は311の日ですが、ぜひ皆さん黙祷は控えてください。黙祷は控えてください。昨日も言いましたけれども、黙祷は死者に対する、まあ、追悼慰霊です。で、日本においては追悼慰霊というのは普通かもしれません。しかし、その本質を皆さんしっかり理解します。追悼慰霊というのは一体何なのか。追悼慰霊というのは、結局、死者が、人が死ぬことは、もちろん悲しいことです。人が死ぬことはかわいそうですが、しかし、だからといって、死者を拝んでいいのでしょうか。死者を拝むというのは、一体どういうことでしょうか。死者を拝むというのは、死んだ者が人間以上になってしまうということですね。それは、死者崇拝になるんですね。死者崇拝。死んだものを拝んではいけません。死んだものを拝んではいけません。十字架を拝むというのは、ある意味では神の子の死に対して神のイエス様を拝むということですね。十字架を仰ぐというのは、神の子である方、または神である方の死を仰ぐ、それが信仰ではないでしょうか。それに対して偶像崇拝は、人間の死に向かって死人を拝む、死人を拝む、これが死者崇拝ではないでしょうか。十字架のイエス様、十字架を仰ぐということは、神を仰ぐことになるんです。ね、神を仰ぐことになるんです。死者を拝むということは、その、死者を拝むということは、その死というもの、死というものは死の、ね、まあ、死の神といったら死神ですけれど、まあ、死神といえば悪魔のことですね。悪魔を拝むことになるんです。死を拝むということは死を拝むことであり、死を拝むということは悪魔を拝むことになるんです。皆さん、死者崇拝がいかに、ね、生きている神様からすれば忌まわしいことだということですね。神様は命のお方です。
十字架の死は、十字架の死は、ね、復活になるのです。命の方なんですね。十字架を仰ぐということは、命のお方を仰ぐということです。死者を拝むということは、その死を、命ではなくて死を崇めることになり、結局それは悪魔を拝むことになります。この本質をしっかり理解してください。そして、死者崇拝、偶像崇拝が悪魔の力を引き寄せるのです。その悪魔の、ね、悪魔の力を引き寄せて、災いが起きるのです。災いが起きるのです。つまり、聖書で、ね、聖書で偶像崇拝は禁じてます。モーセの十戒で、モーセの十戒で、一戒と二戒はですね、偶像崇拝を禁じてるわけですね。モーセの一戒では、私の他に神々がいてはいけない。私の他に神がいてはいけないというのがモーセの一戒です。そしてモーセの二戒がですね、その偶像を作ってはいけない、拝んではいけない、仕えてはいけないという、まさに偶像礼拝を禁じているわけです。その、モーセの十戒で一番の命令は、偶像崇拝がいけないということなんですが、まさに、日本は偶像崇拝の国です。お寺があり、神社があり、新興宗教があり、拝金主義があり、そして、先祖崇拝があり、死者崇拝があり、まさに、これは日本は偶像崇拝の国と言ってもいいでしょう。その偶像崇拝が災いを引き起こすのです。悪魔の力を引き寄せて、皆さん、悪魔の力を引き寄せて、自分から呪いを招いているのです。自分から災いを招いているんです。そんな愚かなことがあっていいんでしょうか。そんな愚かなことがあっていいんでしょうか。祝福は神様から来るんです。祝福は神様から来ます。ぜひ、皆さん。日本は、呪いではなく、祝福が必要です。日本には祝福が必要なんです。朝日放送。朝日が出ました。朝日が出ました。日本の国旗は日の丸です。そして日本の国名はですね、日の本、日本ですね。まさになんか太陽の国という感じですよね。日本は太陽の国。まさにですね、太陽自身はもちろん神であります。太陽は神様に作られたものですが、神様を表しているわけですね。ですから、その太陽の国である日本がですね、まさに何か、神様をですね、正しく認識するべくして使われるのではないでしょうか。太陽崇拝はいけません。太陽崇拝は正しくありません。しかし太陽が神様を表し、その本当の太陽である、本当の太陽であるイエス様、本当の太陽であるイエス様を知って、イエス様を仰ぐこと、信じること、これが本当の信仰であり、それが、まあ、できるというか、それをする日本の国が計画されているんではないでしょうか。皆さん、日本はサタンに騙されて、偶像崇拝をしてしまいました。
そして日本の天皇を神としてしまったんですね。今天皇を神だと思っている人はいないかもしれません。しかしつい70年前に、天皇を神として戦争してしまったのが日本なんですね。天皇を、人間である天皇を神として、荒人神って言うんですけどね、荒人神っていうのは人間として現れた神様なんですが、その本当の荒人神はイエス様なんですね。イエス様こそ荒人神。イエス様こそ荒人神なんですが、そのイエス様の代わりに、ね、天皇を荒人神にしてしまったんです。イエス様こそ荒人神、神でない人間が荒人神になってしまった。まさにそれが偶像崇拝ですね。偶像崇拝。そして日本はその偶像崇拝をしてしまったということを認めていないんですね。天皇は人間宣言しましたけど、そこには悔い改めがないんですね。人間宣言することは正しいですけど悔い改めがありません。人間宣言すると同時に、悔い改めが必要ですね。はい。今日はなんか風が強いですね。やっぱり東北の北陸の方々は吹雪でですね、すごい寒いと思うんですが、この東京は天気ですが、風が冷たいですね。風が冷たいです。水仙、まだ水仙咲いてるところありますね。ちょっと水仙まだ咲いてますね。水仙です。まだまだ花が咲きませんね。花枠放送にしたいんですが、まだまだ花が少なくてですね、花放送できませんね。花放送できません。梅が咲いてますね。ちょっと、野川に来ましたけど、梅が咲いてるのを見つけましたね。ちょっと梅を見に行きましょう。今日は久しぶりに霜柱、ね、真冬ですね、今日はね。真冬ですよ。霜柱がありますね。見てください、こう凍ってますよ。ね、氷見えますか？凍ってます。ね。凍ってます。危ない。ちょっと氷の上は乗れないです。凍ってます。そして霜柱。すごい、ね。ねえ、もう3月なのに、こんなに霜柱。真冬ですね。真冬ですね。ここにですね、埋めたと思うんですが。
花見に来てください。お花見に来てください。お花見に来てください。いいですね。もうすぐ桜も、桜もこういう風に、寒いですが、はい、いかがだったでしょうか。美しい、はい。なんか電波も少し途切れちゃってすみませんでした。ノイズが強かったり、その電波が途切れちゃったり、ちょうど30分だからかな。はい。ちょっと山をお見せしますね。あっちが、大山ですね。大山。見えますか？で、うん、月が見えます。月見えるかな？月も見えます。はい、そしてちょっと椅子を運びますね。今日はこんなに寒いとね、はい、今日は本当に風が強くて寒いです。はい、あ、風が強くて聞こえない。あ、ごめんなさい。風が強くて変わりましたね。どうしましょうか。何か、風を防ぐ方法があるかな。はい。風が強く吹くとちょっと声が聞こえないかもしれませんね。はい。今は大丈夫でしょうか。今は大丈夫でしょうか。ちょっとコメントが止まっちゃってますね。はい。今はお父ちゃんと聞こえるでしょうか。はい。今は多少大丈夫。はい、わかりました。それではですね、メッセージを続けたいと思います。はい。何かあそこで
あそこでね、こう犬を連れた方の集まりみたいなのがありますね。なんか最近犬を飼ってる方が多い感じがしますね。犬を飼ってる方が多い。話しかけましょう。それではですね。では明石タイム行きましょう。ね。ちょっと早いかもしれませんが、明石タイム。からね、今日はどういう明石タイムがいいかな。そうですね、どういう明石がいいかな。コメントが止まっちゃってますか、ね、ごめんなさい、ちょっとコメントが止まってるようです。じゃあ、昨晩の放送を見て黙祷をやめることをお決意しました。はい、それではイエス様を信じて、イエス様を信じて、その偶像崇拝が分かった証、偶像崇拝というものが分かった証、スタート。イエス様を信じて、偶像崇拝の忌まわしさが分かった証、スタート。天皇崇拝は偶像崇拝だと分かった。黙祷はなぜしてはいけないのですか。死者崇拝だからですね。死者崇拝。黙祷は無意味だと分かった。思った。ポケモンもやめました。死者を弔うことは死者に任せておけばよい。あ、そういう見言葉がありますね。天皇はただの人間で崇拝するものではないと思う。その通りです。黙祷の代わりにイエス様に祈ることですね。イエス様に祈ることが正しい祈りです。娘から投稿前にキューちゃんに伝言です。いつもキューちゃんに。主によって本当の慈しみを知りました。輪廻転生はないと思います。アメン。偶像天国の日本から悪霊を出ていけ。ドイツは加害者意識があるから戦争を反省している。アメン。今日から黙祷をやめました。アメン。アメン。ニートだが、昨日の黙祷について本気に考えて、
唱えてます。アメン。日本の過去を悔い改めないと始まらないと思った。アメン。その通りですよ。その通りです。その通りです。死者に手を合わせるのは偶像崇拝だと分かった。アメン。アメン。分かってくれる方がいるんです。分かってくれる方がいますね。分かってくれる方がいます。日本は過ちを悔いるべきです。その通りなんです。その通りなんですね。悔い改めというのはそういうことなんです。悔い改めというのは罪を認め、悔いることです。謝ることです。悔い改めこそ、悔い改めこそ神様に対する正しい態度なんです。悔い改めること、悔いること、罪を認めること、これが神様に対する正しい態度なんです。そしてイエス様によって許されるんですね。イエス様によって許されます。日本の過去の歴史は反省すべきだと思った。その通りなんです。その通りなんです。3.11を悔い改めようかと思った。安倍首相は歴史認識が ずれている良くない首相。そろそろ大震災が来ると思いました。天皇も正式に謝罪すべきだと思いました。その通りです。その通りです。ね、昭和天皇はもう おりませんが、今の天皇が、ね、昭和天皇の代わりに謝罪すべきです。悔い改めない日本が恥ずかしい。そうです。悔い改めない日本が恥ずかしいのです。過去の反省をしないからまた過ちを繰り返すんだと分かった。その通りなんです。日本は過去の過ちを悔い改めてないから、だから問題が起きるんです。だから問題が起きるんです。ドイツのようにですね。ドイツのように、悔い改めて、和解すべきです。和解すべきです。昨日申されましたけど、第二次世界大戦は、日本とドイツが問題だったわけですね。日本とドイツが問題でした。で、神様は、ね、ドイツは悔い改めました。しかし日本は悔い改めてません。神様はドイツと日本を比べてるんですね。ドイツと日本を比べなさい、ドイツと日本を比べなさいと、神様は言っているんです。皆さん、日本はドイツから学ぶべきです、ドイツから学ぶべきです。この放送で止めどもなく涙が この戦争の謝罪はですね、政治的に言ってるのではありません。政治的に言ってるのではなく、その霊的に言ってるんですね。霊的に、霊の問題だという。ちょっと寒いですね。ごめんなさい。
ちょっと寒いのでですね、帽子をかぶりたいと思います。風が吹いています。ちょっとごめんなさいね、少し寒いのでね、意外と、意外と寒いんですね。ですからちょっと、明石コメント中、ごめんなさい。明石コメント中。風が冷たいですね。本当に真冬並みになりました。戦争のですね、賠償でですね、その当時、蒋介石が、蒋介石という方がいたんですけど、その蒋介石がですね、クリスチャンだったらしいんですね。で、その蒋介石が、日本の賠償責任はいらないと、日本の賠償責任はいらないと中国が言ってくれたんですね。それは、クリスチャンである蒋介石がですね、その許すという、ね、日本を許すということで、日本を許すということで、莫大な戦争の賠償がですね、許されたという話を皆さん、多くの日本人の人は知らないんですね。蒋介石がですね、日本の戦争の賠償ですね、戦争の、賠償をですね、免除してくれたという、それはまさにですね、信仰のゆえですね。信仰のゆえです。はい。それではですね、ごめんなさい、ちょっとですね、コーヒーを飲みます。ちょっと寒いのでね。ちょっとコーヒーを飲みます。申し訳ありません。気持ちいいです。青空をちょっとお見せしましょうね。青空放送ですから。ちょっと青空をお見せしてね。ちょっとピントがずれちゃうね。ピントがずれちゃう。あ、風の音が、結構風の音が大きい。雲はほとんどないですね。すぐ快晴ですね。ですから、歳時は、慰霊とか追悼ではなくてですね、
食い改めであり、また、取りなしなんです、食い改めであり、取りなしが必要なんです。私たちは死者に向かって追悼慰霊をしてはいけないのです。それは全く反対のことをしているんです。日本のですね、先祖崇拝やまた、そういう仏式の葬儀というのは、神様に対して反対のことをしているんです。神様がですね、その慰霊とか追悼してほしいと思いますか？神様は慰霊とか追悼してほしいんじゃないのです。神様がしてほしいのは、人間が悔い改めて、人間が悔い改めて神に立ち返ることなんです。死者を拝むことではないのです、ね、追悼や慰霊をすることが神様が願っていることではありません。神様が願っていることは悔い改めて神に立ち返ることです。偶像崇拝をやめて神様に立ち返ること、それが神様のその御心であり、また警告なんです。偶像崇拝をすれば滅ぶ、偶像崇拝をしたら災いを引き込む。皆さん、その災いが来てですね、災害が来てさらに罪を犯すっておかしいと思いませんか？災害が来て多くの人が死んだらば、悔い改めて神様に立ち返るべきではないですか？たくさんの人が死んでね、なおかつ偶像崇拝して余計に罪を犯すならば、また災いが来るのではないでしょうか？ルカさん、おはようございます。災害が来てですね、偶像崇拝をするならなおさら災害が増えると思いませんか？この終わりの時代の、災害はまさにその神からの警告であり、神様からのその復讐と書いてありますね。この終わりの時代の観難期は、この終わりの時代の観難期は神様からの復讐と書いてあります。しかしそれは、人間が一人でも悔い改めるため、神様からの愛でもあるんです。ぜひ皆さん、そのことをしっかり理解して取りなしをしましょう。もうイエス・キリストを信じて、もっと明るい話。ルカさん、今日は311なんですね。今日は311なので、ね、私たちは神様の御心を知らなければなりません。神様の御心は私たちが、悔い改めて、神様に立ち返ることですね。神様に立ち返ることが、大事なんです。アメン。皆さんがね、皆さんが欲で生きていたり、罪で生きているならば、それはまさに悔い改めが必要なんだよ。欲で生きたり、風が強くてごめんなさい。ちょっと音がうるさくてすみません。皆さんが罪で生きたり、欲で生きてるなら、それが偶像崇拝なんだよということですね。神様はそのように、むさぼって生きてる人間に対して、警告を発するのです。ね、その欲で生きてはいけない。罪のうちを生きてはいけない、闇のうちを生きてはいけない、悪いことをやめなさい、ね、悪いことをやめなさい、神の目から見て、ね、悪いことをやめなさい、罪から離れなさい、悔い改めて許しを受けなさい、許しを受けなさい、神じゃないものを神としてはいけません。神じゃないものを偶像、神じゃないものを、ね、
その作ってはいけない、拝んではいけない、仕えてはいけない、偶像を持ってはいけない、偶像を持ってはいけない、神様に聞き従いなさい、唯一と、本当の神である、皆さんを作った本当の神であるお方、そのお方に立ち返り聞き従いなさいという神様のメッセージです。神様のメッセージです。天地は滅びますね。天地は滅びます。天地は滅びますけど、神様は一人でも救いたいのです。神様は一人でも救いたいのです。今日本を変えようとして、神様は今日本を変えようとしていろいろな災害を与えていますが、それは日本を変えたいからですね。日本に対する警告です。日本に対する警告です。偶像崇拝してはいけない。生ける唯一の神様に、生ける唯一の神様に、その立ち返りなさい。生ける唯一の神様に立ち返りなさいという、これが神様のメッセージです。神様のメッセージ受け取りましょう。神様のメッセージを受け取るのです。日本が悔い改めれば災害が減ります。アメン。日本が悔い改めれば災害が減ります。はい、それではですね、神様は寛容な方です。ちょっと風が強くてごめんなさい、風が強くてちょっとね、声が聞き届けられないかもしれませんね。ちょっと座った方がいい、座った方が風が弱いでしょうかね。耳がすごく痛い、ごめんなさいね。耳が痛いほど声が、風が強い、ごめんなさい。はい、すみませんね。どうしたらいいでしょうね。風を置いた方がいいのかな。そこを置いた方が風が少ないかな。この方がいいでしょうか。青空がものすごく綺麗で癒されます。アメン。申し訳ありません、風が、ちょっと野原じゃない方がいいのかな。
しても風が強いからね。そうですか。青空とキュウちゃんの話最高。アメン。悔い改めることの大切さが分かりました。悔い改めることの大切さが分かりました。日本が反省したら平安が来ると思った。アーメン。日本が反省したら平安が来ると思った。ハレルヤというのはですね、主を賛美せよ、イエス様を賛美せよということですね。イエス様を賛美せよ。ではちょっとですね、やっぱり風が強いので、スタジオを吹いてね、その前に行きましょう、ね。ここはちょっと、その部、その部を吹いちゃいましょう。8時。はい。その部吹きます、ね。日本のリバイバル。日本のリバイバル。日本の悔い改め、日本の悔い改め、日本の、救い、日本の救いのために、ね、そしてまた神様のその災い、ね、災害がなくなるように、災害がなくなるように、呪いがなくなるように祈りましょう。短めですけど、ここは風のないところかなと思います。それではですね、では皆さん、ちょっとですね、風が止んできたでしょうか。少し風が止んできたかもしれません。
いや、風邪止んでない。風邪止んでないですか。そうですか。風邪止んでませんかね。じゃあちょっと風のない方に行きましょう。すみません。ちょっとここは風があってですね。ない方に行きましょう。いかがでしょうか。ちょっとですね、野原から外れたので、若干風が少ないのではないでしょうか。はい、それではですね、じゃあ次はそうですね、じゃあ今度はですね、皆さんの中でね、皆さんの中でもう信仰を持った方がたくさんいらっしゃると思うんです、ね、でそういう方もですね、こう祈りの中で、また放送をですね、その聞いてる中でいろんなことを思わされると思うんですね。皆さんもいろんなことを思わされると思います。で、その皆さんにですね、何か思わされた神様から思わされていることがあると思うんですね。その、また風がありますね。ごめんなさい。その風があります。皆さんが神様から思わされていることをですね、ちょっと分かち合いたいと思います。はい。それではですね、皆さんの神様から学んだこと、思わされたこと、明かししてください。はい。最近皆さんが思わされていること、学んだこと、書いてください。はい。風強いです。ちょっと。風が強い。良くないと分かりました。これも全てに意味があると分かりました。神様は誰が正しいか見てるんですね。
ここはどうでしょうね。ここはちょっと風が、弱いんじゃないかと思ってここに来たんです。どうでしょうか。風、少し弱いんじゃないでしょうか。偶像崇拝をやめて、イエス様を崇拝したいと思いました。アメン。日本が反省してリバイバルが来ることを教えてもらった。今日は教会から放送した方が良くないですか。そうですね。今はどうですか。風はまだ風があるかな。まだ風がありますかね。じゃあ、そうですね。すいません。じゃあ、ちょっと風が強いので、教会に行きましょうか。教会で放送した方がいいでしょうかね。じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、このままちょっと教会に帰って、風が強いので、教会に帰りましょう。風強くない？あ、そうですか。風強くないですか。はい、だいぶ戻ってきました。はい。まあ、東北、北陸の方はね、吹雪で、まあ、大変な状況かもしれませんね。ちょっと、東京はですね、まあ、風は冷たいですけど、雪は降ってますよね。今日はですね、今日は10時の、英語放送ありますね。10時の英語放送あります。
皆さん、日本のグッドスターがですね、結局災害になるんです。だから、水筒や料理がですね、その解決ではなくて、むしろかえってそういう水筒とか慰霊をしてきた日本が、そのような被災者に謝るべきなんです。つまり、そのような悲劇を生んだ原因が、ね、その偶像崇拝にあるということで、そういうことが防ぐため、そういうことはなくなるために言ってるんです。ですから、多くの人は勘違いしています。本当に大事なのは、そういう災害を防ぐことではないでしょうか。その災害の、ね、慰霊とか追悼することが、その災害をなくすことではないんです。いいですか、もう一回言います。追悼とか慰霊がですね、その災害を減らすことではありません。逆なんです。ね。その追悼とか慰霊こそですね、新しい災害を生むんだということです。ですから、本当の悔い改めこそ、同じ災害を引き起こさないということなんです。ですから、皆さん逆なんです。ね。皆さんの考え方は逆です。その被災者に対してね、皆さん自身がね、慰霊をすればするほど、追悼すればするほど、かえって逆に新しい災害を生むのです。ですから皆さんぜひですね、そのパラドックスっていうか、逆説を知ってほしいのです。その逆説を知ってほしいんですね。人類の歴史はまさにその悲劇なんですね。その悪循環の悲劇です。原因が分かんないで、ね、どうやってその災害を増やすことができるんでしょうか。ね、災害は偶然ではないのです。災害は偶然ではなく、人間の罪によって引き起こしてるんだということです。ぜひ皆さん、そのことを知ってください。そして、これからもっと、ね、災害が増えるということなんです、皆さん。もっと災害が増えて、もっと多くの人が滅んでしまう、ね。それを防ぐ必要があるんです。多くの人が滅んでしまうという、ね。皆さん、人間がなぜ滅ぶか、皆さんは知らないのですね。皆さんが、人間が滅んでしまうことの恐ろしさ。滅んでしまうことの虚しさ、それを皆さんは知らないのですね。ぜひ皆さん、本当の悲しみ、本当の悲しみが、その、あるんだということです。ぜひ皆さん、その深刻さを多くの人は知らないのです。人間が死ぬということの深刻さ。永遠の刑罰を受けるという深刻さ。そのことを、皆さんは知る必要があります。ぜひ皆さん、天地が滅ぶのですね。
天地が滅びます。はい、今日は本当に、寒かったですが、まあ、教会の前に来ました。今、風はどうですか？今、ほとんど風がないと思うんですが。そうですね。はい。ちょっとね、聖書を読みましょうかね。聖書にその、偶像崇拝に、偶像崇拝の箇所を読みましょう。偶像崇拝の箇所。ヘブル 11-31、 生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。あなた方は光に照らされた後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた。初めの頃を思い起こしなさい。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じている命を保つものです。息子がですね、なんか、出かけるみたいですね。出かけるみたいですが。あとですね。何かありますね。黙示録9-20、これらの災害によって殺されずに残った人々、その手の技を悔い改めないで。悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不銀行や盗みを悔い改めなかった。黙示録ですね。黙示録。黙示録11-13。その時、大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のため、7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神を崇めた。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、天に大きな声が起こっていった。
はい。黙示録にはいろいろな、あ、おはようございます。おはようございます。黙示録にはいろいろな、災いが書いてありますね。はい。まあ、そういうわけです。聖書の予言は必ず成就しますね。聖書の予言は必ず成就します。皆さん、この三一というのは、ある意味で、日本のですね、この新しい、その、歴史に入ったというか、その、日本がですね、大きな転換点なんですね。日本の、その霊的な変化の大きな転換期。それが311ではないでしょうか。その津波があらゆるものを飲み込むという映像を皆さん見たと思うんです。それは、そのまさに悪魔の力がこの全てを破壊し、飲み込み、一瞬のうちに全てが破壊されてしまうということを映像で見たのではないでしょうか。黙示録にはそのですね、ことが書いてあるんです。黙示録にもですね、その災いによって、一瞬に、その大きな大都会がですね、大きな大都会が一瞬のうちに滅びるという記事が黙示録にあります。皆さん、この終わりの時代はですね、天地が滅びる、天地が滅びる、その時代なんです。そしてその今までの歴史の中で、その警告がなされてきたのです。ノアもですね、ノアも洪水が来るという警告をしました。で、多くの人はそれを信じないで嘲笑って、ノアが作った船の中に乗りませんでした。そして、ノアとノアの家族だけが救われて、ほとんどの人は洪水で死んでしまいました。この終わりの時代もそのようになるとイエス様がおっしゃいました。多くの人はその警告に耳を貸さないで滅んでしまいます。しかし、そのイエス・キリストの警告を聞いて、イエス様の箱舟に乗るなら、救われるのです。ぜひ皆さん、イエス様の箱舟に乗って、この世の滅びから救われましょう。これから来る神様の滅びから救われる必要があるんです。まだ間に合うのです。皆さんは滅んで、滅びないで救われるものになりましょう。罪を悔い改めて偶像崇拝から離れ、罪から離れるならば、イエス・キリストにあって救われるのです。イエス・キリストにあって救われるのです。感動しました。悔い改めましょう、皆さん。そうですね。まだ間に合うのです。死者崇拝をして、さらに神に罪を増し加えるのではなく、悔い改めて、死者崇拝から離れるのです。死者崇拝から離れ、偶像崇拝から離れ、生ける誠の神だけに仕えるのです。本当の神様だけに仕えるのです。死者崇拝が悪魔崇拝だということを理解してください。その悪魔崇拝こそ、最大の、元凶だということですね。悪魔崇拝こそ、最大の元凶です。その、パラドックス、そのパラドックスを理解しましょう。それでは時間来ました。はい。今日の放送を聞いて、黙祷や死者崇拝が
災いの、元凶だっていうことが分かった。もうこれからは黙祷しない、死者崇拝をしない、偶像崇拝をしない、あらゆる罪から離れ、あらゆる罪から離れ、欲を捨て、イエス・キリストを信じる信仰で生きよう。これからは、日本が祝福されるために、日本が良い国になるために、イエス様に従っていこうと決心する方、アメン。日本を救いたいと思う方、日本を災いから救いたいと思う方、アメンと言ってください。自分を救い、日本を救いたいと思う方、アメン。アメン。これからは、今までの生き方ではなく、悔い改めて、正しい生き方に変わりたいという方、アメン。アメン。正しい生き方、正しいあり方、もう、偶像崇拝をやめよう。死者崇拝をやめよう。拝金主義をやめよう。欲に従うことをやめようと決心する人、アメン。天の父様、今日は3.11の4周年です。まだ多くの人が、帰って、その警告をが分からず、まだ死者崇拝をしたり、偶像崇拝をしたり、罪のうちを歩み、さらに神様の怒りを増しているということに気づきません。イエス様、憐れんでください。彼らが真理を知って、その災いの原因を知りますよ。災いの原因を知って、悔い改めて、あ、自分たちの罪が原因だったんだ。自分たちの罪が原因だったんだ。自分たちの偶像崇拝が災害の原因だったということに気づきますよ。気づきますよ。彼らを、悟りを与えてください。悟りを与え、今、アメンと言った方々が、偶像崇拝から離れ、正しい生き方ができますように。正しい生き方ができますように。本当の生ける神に立ち返りますように。イエス・キリストを信じる信仰によって、生ける神に立ち返り、偶像崇拝ではなく、神礼拝、十字架を仰いで、十字架を仰いで、災いではなく、祝福を受けるものとなりますように。災いではなく、祝福を受けるもの。死ではなく命を受け取るものとなりますように。日本を憐れんでください。日本から悪霊を追い出し、日本から悪霊を追い出し、日本がイエス様の国となりますように。祝福を受け取るもの、滅びる国ではなく、滅びる国ではなく、救われる国となりますように。イエス様どうぞ日本を祝福してください。日本を祝福してください。今、アメンと言った方々が救われますよ。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、10時からね、また放送がありますので。シャローム、ありがとうございました。シャローム。